今日は自然巡りです。そうです、100年記念塔でございます。本当だ、全然違うよ、マジで。見えた、見えた。これ怖い、これ怖い、おっしゃる。最近ね、アン・ハサウェイとで付き合いたいです。はい、先行のハサウェイですか。じゃあアン・ハサウェイ選手ガンダム。違います、違います、先行のハサウェイです。違います、なんだろ、ガンダムとハリウッド女優です。というわけで、今北海道トド山口に来ておりますけども、違いました。のっぽろ森林公園駅、誰がわかんねえ。いやいやいや、かの有名な。ということで、北海道といえばなんや。自然です。自然って説ある、はい、説ある。まあね、地形的にもそういうのありますけれども、今日は自然巡りです。そうです、絶対に行け、北海道の自然スポット、イエーイ、参戦、いいよ、パフパフ。ということで、最初はすいませんがここに来ました。でも今話題なんですよ、うん、ここ。そうですね、まあ、一応今回のルートとしては、はい、まあ、札幌周辺、はい、車で行けるぐらい、あー、OK、うん、まあ、電車でも行けるぐらい、割と近場なところ、そんなね、アホみたいに旭川とか行かないですと。なんで今日、なんで今日ここに来たのかって言ったの、あれを見に来ました。うわ、なんだ、なんだあれは。誰がわかんねんっていう、またポッキーですか。これね、電車の中からも見えるんだよね。そうだった、札幌駅から新千歳行くとき、いつもこれ見えて、なんやろなこれって思ってて、未だに分かってない。これはですね、100年記念塔でございます。おしなさんの聖地ですね。はい、おしなさんはここで育ちましたからね。そうなんですよ、あの身長とともに伸び上がった。おしちゃうらしいんですよね。そうですね、なんかね、維持費が結構するらしくて。そう、北海道なかったら話題だよね、その取り壊しも。で、なんか反対派とこう壊せ派がいるらしくて、ね、結局壊します、ね、でもほぼね、多分もっとなかったの。あ、そうなんだ。うん、今70年分ぐらいしか残ってない。何、1年に1メートルでかくなる。そうそうそう、100年系ともっとでかかったんだけど。そうなんだ。はい、今70年記念となってしまって、結局俺は完全な完成品を見れなかった。ああ、そうなんだ、残念だな。まあ、遠くからなら見えたけど、ここまで近づいては。いやいや、すごいんですよ、マジで。市民の憩いの場なんですね、長寿。そこをね、うん、皆さん遊んでますけれども。ヘビ出ますから。ヘビ出ますか。はい、去年の9月だったら、うん、クマも。クマもでは触れ合いたい方はぜひ。奥がね、うん、ランニングコース。そう、ここなんかさっき地図見たんだけど、めちゃでかくてびっくりした。こんなのマジ端くれみたいな。でも象徴する建物はこれだね。そうだ、うん、壊す。壊すっていう。おい、象徴する建物壊すんないです。もう特にやることといえば、のどかに過ごすランニング、ウォーキング、まあ、あとここね、開拓の村っていう北海道の開拓市の博物館みたいなところもあるから、ね、ゴールデンカムイで話題の。そうですね、見えな、これしか見えな。これもうちょっと近づいたら見れる。ここまで来たら、はい、ほんと壊すんだ ね。なんか感慨深いよね。え、どうやって壊してんのあれ。上からジェンガ、ジェンガ、その真ん中から壊すか。お前どこ抜くみたいな。最後ガーってなっちゃう。え、なんでこれ自然教室。まあもう使ってないんですけど。こんなとこあるんだ。あ、そうなんだ。ベンチとかになってる。かわいそう。こういう建物も、だから施設もあったんだね。ね、森の自然教室。マジで自然楽しむならここでしょ。ちょっと怖ちょっと怖い。ちょっと怖いね。うわ、なんか、ああ、勉強とかは集中できそうだけど。あ、でも、遊戯王できるな。あ、遊戯王とデュエマーできるな。デュエリストはね。大会とかここで開催しちゃって、はい、ポケモンカードとかも。台所もあるから、あの、料理とか好き。出ないでしょ、あれ。料理好きな人とか。あ、自販機も。自販機はちゃんとあるわ。とっこからなんで、明るなった。おー、でもまあまあまあ、バードウォッチングとかで来てる人が多い。めっちゃなんか自然の野鳥は見れそうだけどね、このエリア。これ本当は近づけたってことはあれ。え、てか俺登ったことある。あ、え、登れんのあれ。昔は登れた。工事でとかじゃなくて普通に登れた。幼稚園の頃とかここまで遠足で登った。あ、そうなんだ。そうそうそう。え、マジクマ出るからね、普通に出る。いや、ここ絶対出るよね、うん、だってでけえしさ、公園自体。どっちかというとクマの家にお邪魔してる気持ちは。お邪魔してる。俺らが悪いんだ、うん、ごめんなさい。確かにね、人間が住む場所ではないからね。そう。あ、結構デカめの池あるんだ。端から端まで行けばいいね。うん、短い。そんなかい。でもだって足してみたらめっちゃかかるよ。歩いたらね、7キロとかある普通。いや、こんなでかいんだ、のっぽろ森林公園って。そうで、開拓の村めっちゃちっちゃいもんな。でかいのにやで、開拓の村って本当は。でかい、俺行ったことないよね。結構でかいこんなごく一部で、うん、
結局トド山口が何なのか全く分からないあでもついに来れたわ、よかった。解体する前に来れて、この動画がすごい貴重なものになるよ。確かに、うん、もう一回行こうかな。だんだんあのちっちゃくなっていくタイムラプスで撮っていく、はい、ということでもう終わり、バイ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 。どっちかというと2個目3個目がメインなんで。もちろんですよ。ああいい匂いするわ。ホットシェフのポテトさんのポテトフライ、なんかいつもレギュラーで売ってるポテトよりも高いけどうまい。これ、うん、ポテト甘くない普通のより。あー本当だわ、ね、甘みのあるポテト、うん、なんか食べやすいっていうか脂っこくないし。あそうそうそう、あめっちゃいい香りする。もうこれだけでロウリュウじゃんフライドポテトロウリュウじゃん。普通に墓普通に墓。あ、モアイ大仏方面って書いてある。あ、ほんとだ、こんな方面や。あ、あれじゃない。お、イースター島に着きました。頭だけ見えた。いやついにね、ユーブも海外進出というので。これモアイの駐車場もあるし、あとなんかありますか。スケボー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 のなんか施設みたいな。へー、そうなんや。どっか出たね。どっか出ました。あんまりせどっか出たよって。ここ止めてねとか、どっか出たよって。あいつモアイみたいな顔してた。言うな言うな、気にしてんだよ。だからここ配属されてこれはもう大自然と言っていいでしょう。やばいね、もうやばくない。ちょっとまずこの左の施設から見ていく。いや駐車場マジ満員、めっちゃ人気マジで。ここまこまないなんだ。でも確かにインスタ映えはしそうだね。ね、高いってインスタ映えとかな。ちょっと縁起悪いけどな。ちょっとね迷うけど。レストランモアイだってレストランモア全部ね、こじつけるから。おばさんのレンタルやってる。レンタル、おばさんってレンタル借りない素晴らしい、この施設。シーサーいるし、シーサー、シーサー、 お金入ってる、お金。え、おいしく食べろよ。木で作った天下第一のライオンだって。安藤忠雄、安藤忠雄や。安藤忠雄や。百代目の人だ。淡路で会ってまたここで再会した。え、この人と淡路で会ったんすよ俺ら。淡路で会ったんだけど。え、ここのデザインも安藤忠雄なの。あ、大仏とかも安藤忠雄がやってん だ。え、このままじゃ俺ら安藤忠雄チャンネルになっちゃう。かわいい。ろうそくだってこれ。あ、すごいね。お墓参り大仏だ。ろうそく。え、これどうやって火つけるの。パコって3分だけ火つくみたいな感じ。俺シーフードの方が好きなの。いやいやもうね、モアイ、モイクでした。モイク、モアイはあれやからちょっとオリジナリティ出してモイクにして、ちょっと頑張ってひねったみたいな。あ、絶対おいしいじゃん。おお、あ、これもモアイアイス、北海道産牛乳 100% 使用。あ、関係ない、来ました。モアイは関係ない。ちょっとアイスだけ後で食べたいな。そうやね、想像と違った。こんだけしっかりしてる。ほんとね、びっくりした。え、ここに行くんですか。あれ、あそこにあるのよ、これが。え、行きたい。行きたいって、そのために来たんだ。行きたい、行きたい。そのために来たんだ。来ました。何体いるんかな。マジ大自然じゃない。来た。来てください。イースター島でやってきました。来ました。いやー、パスポートね。風。着くの大変だった。風が強い。変顔はしてないんだよ。え、でも一体一体違う。ちょっとムキッとしてる。本当だ、ちょっと痩せてる。なんか進撃の巨人見てる。この人スマホ耳に。お、本当だ。なんか一体焼けて一緒みたいな感じじゃない。思ったんだけどさ、遠い方が良くない。ああ、確かに確かに。そう、触っていいの。とても触れないでとかは書いてないから。すごいな、一番女子が撮られたくないアングル。下から女子なの。うん、女子かもしれん。斜め上からがさ、可愛く撮る小顔効果あるじゃん。こしなでやってみよう。一番可愛いのがここ。ここ一番ダメなのがここ。あ、ダメダメ、ちょっとないし。ダメダメ。もはやもうこっからしか撮れないもん。上から撮れないもん。ごめんね、ちょっとお腹出てるこれ。あ、本当だ、ちょっと違うね。メタボもない。この人お腹出てる。あの人はスリム。本当だ。あ、意外と個性があるね。大仏あれですね、ちょっともう頭飛び出てますけど。本当に大好き。すごい、あ、見て端っこの前だけなんか違う。あ、本当だ、灰色だ。なんか親玉。こっからが一番綺麗だね。あ、素晴らしい素晴らしい、面白い。これ面白い面白い。俺そんな萌え顔だったから。20体ぐらいはいいんだ。うん、こっちとこっちで合計20体ぐらいいるわ。一クラス分だ。あ、ここはなんかちょっと段差、段数というか石が置かれて、はい、お、すげえ感じ。歩けてる。うん、いいよいいよ。どんぐらい違うからね、ちなみに。ほんとだ、全然違うよ、マジで。全然違う、やば。モアイに番号ついてるね。7モアイ。
これで数えられるんじゃない？ 8 もあえた。そうだ、待って、22もあえたから。ちゃうわ、ちゃう、22やって。待って、おかしいぞ。あ、ほんとだ、なんかぶっ飛ばしてる。10もあえでしょ。10から21やった。ここには実はいたんだよ。モアイの世界ではあれなんだよ、10シーン。あ、なるほどね。なんか謎すぎるけど、あの、良くない数字よくホテル番号とかで飛ばすじゃん。あ、それと一緒。4と9飛ばす。11からいや、だいぶ良くないな。20ナンバーでは良くない。だいぶ辛いよ、それ。次、大仏っすか。大仏で楽行こう。だるまさんが転んだ。あ、動いたな、あの長いモア。動いた。8番のモア動いたな。多分ね、何十年も動いてない。これまだ花咲いてないけど。あ、これがラベンダーでしょ。ラベンダー。あ、ラベンダー咲いたら綺麗だね、これ、うん、実際に咲いた映像はこっちだ。めんどいことさすなよ。わお、うわお、壮大。ちょっとすごいミステリチックね。あっちにはモアイが、モアイの視線が。待って、ここ入ろうとしたらトラップある。え、なんでなんで、トラップ。あ、え、トラップある。え、これどうやって入るんだ。飛び越えるんだよ。飛び越えれない。飛び越える。世界新記録だって。トラップありました。どうやって越えるの。あ、回ってくる。サイド。これナルトなら行けたんだけど。チャクラでね。え、カフェあんじゃん。カフェある。え、こんなとこにカフェある。カフェ&ストア。ストア、お土産屋さんじゃない。あ、おアイスありますよ、ここに。あ、マジで。ラベンダーアイスじゃない。お、味違う。ラベンダースフレーバーだわ。味違うよ。うん、素敵。形が。オイズの用意。本当だ、オイズの用意。一杯大ヒット。一発行こうよ。がさらに見せてもらいますように。ナックスもある。頭が剥げない。おお、ほんとだ。あ、撮影でなんか来たんだって。いる。ちょびっとです。思想強い、これ使った。またもないですよね。何すかこれ。値引きすな。付箋値引きすなよ。面白いな、ここマジで。外国人の方だったらね、間違えてあそこガラーンって行きそうだけど、ね、マジで行きそうだよ。靴の色がさ、うん、濃くなってたら刺してあげても。ここだけ靴脱いだりしてね。めっちゃおもろ。で、ここにタオル打っとけば儲かる。お、来た。お、来ました。そう、これなんか頭にやるとね、ハゲ防止になるらしいよ。どこのお寺でもあるけど。浅草で。あ、浅草にもある。おお。なんでビビってんの。なんでビビってんの。怖いわ、俺。すごいね。どんだけビビってんねん。そんな見方、見方よ。怖いやん。おみくじあった。おみくじあった。ウィキウィキツアーね。サウナ上がった後に撮っておいて。まずサウナ入ります。はい、サウナ入って水風呂入りました。あ、整ってますね、これ。完全に整って見えた、見えた。怖い、これ怖い、これ。何ビビってんねん。見えた。目つぶって開けたら見えるから。なんか思ったより現代的じゃない。奈良の大仏とか俺結構見てるから年季入ってるものだと思ったけど、この建物自体が結構新しいもんね。だから融合した感じがすごい現代風。うん、そう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 。あ、待って、これ外、後ろとか行けるやん。お、あ、危ない。危ないって。後ろ危ない。後ろ危ない。お化け屋敷じゃないんですから。ちょっとヒゲ生えてる。あ、本当だ。タラコ唇らしい。耳、釈迦様だからね。ほら、この門開いた時には怖いの終わりだから、ね、ここ口怖いね、これね。非常口だけどね、ただの非常口だね。これは消してもらって。これ背中、そっか。これ地獄への門だから、はい、地獄。まず非常口消しとか。なかなか大仏の背中見えることないからな。あ、首ないっす、首ないっす。鬼滅の刃みたいなことっす。おお、これが大仏の横顔 1.5 見つめてるよ。Tinder のアイコンこれにしよう。ちょっとマッチしてくる人なんかすごい思想強そうだけど大丈夫ですか。じゃあ最後に鳴らしてお参りしていこう。冬になったらこういう感じになるもんな。神秘的だ。うん、ここね、すごかったね。すごかった。自分の期待値を超えてきました。超えてきたよね。今戻ってきてアイスを食うために戻ってきました。モアイをバックにアイスを食べましょう。北海道牛乳ソフト、通称モアイソフト。いただきます。いただきます。
うんまっ、これやるためだけに持ちネタだから、見せ場これやった後にさ、持ちネタだからっていうのめっちゃ恥ずかしいんだけど言われんの持ちネタやもん、カイロ牛乳 100% 使用うん、まあ分かるよね、なんか食ったらあ、シャコ、あ、近くかびんねお邪魔します本日最後のスポット、レンタサイクルしたらめっちゃ気持ちいいからどうも水曜どうでしょうか、すごいいやこれはイサム・ノグチトラップそこまでぶち上がると限界突破